どうですか2号さん的に最近原宿すごいめっきり変わったじゃないですか、うんうん、裏原ムーブメントという一番初めにエイプとか始められた時からずっと見てるわけじゃないですか、うん、いやでもその瞬間その瞬間面白いと思うんですけど街としては、うん、ただ僕自体はそのあまりメインの方には興味がなくて、あ、まあ、元々人がいないということでお店を出したっていう、うん、裏の方に、はい、それがまあ気づいたらねこうちょっと反映しちゃったみたいな、うん、だったので、いや昔からでも今じゃ あの表参道ヒルズとかあるところって、まあ、あそこまででもメジャーじゃなかったじゃないですか、うんうんうん、あのそれこそマーク・ジェイコブズとかあるところって昔砂場だったりとか、あそうか、はい、で結構なんか何もなかったですよねあそこから、うんうん、僕スケボーしてたんで覚えてるんですけど、あそこら辺で滑っててもじゃりじゃりだったんですけど、うんうん、滑ってるとなんかあの川村さとしさんとか当時のプロスケーターの人が来て、うんうん、わーっつって僕たち6人ぐらいで滑ってるんでみんな並べてこれちょっとオーリーで飛んでくださいっつって、いや飛んでくれてわーすげーみたいな、確か何もなかったんですよあそこ、うんうん、今すごい栄えてますけど、うんうん、ほんと何もなくて、であの、まあ、大通りも今みたいにギラギラしてる感じじゃなかったのかなって感じだったんですけど、あたまりそうな場所がないかも、美容室とか多かったんですよ昔はね、ああなるほど、たまり場としてお店が存在してたっていうのがそのもう完全にビジネスな感じになっちゃったっていうか、ああそれすごい分かりやすいですね、開拓されちゃったんで、だからなんかスケボーやるなとか、はい、そうなってくるじゃないですか、いやでもそれすごい深いと思ったのが、昔その僕スケボーしてた頃88年とか87年頃なんですけど、当時ストーミーとかあって、うんうん、あと紫スポーツがあんま多くなかったじゃないですか、うん、そこに行ってなんか何してたんだろうってちょっとこの間考えてたんですけど、ただたむろして長くいるとお前シールやるからマッチ行けみたいなやったみたいな、なんかそこにいるといろんな人たちに会って、うん、なんか情報がを得られたりとか、新しい板入ってきたとか、うん、わすげえこれ一番最初に見たとか、なんかワクワクする要素がそういう意味で多かったかもしれないですね、うん、本当はちょっと追い求めてやっと見つけておーっていうはずのものがもう大通り沿いにバコンってセレクトで置かれてると、確かに便利だけど全部同じ場所にあるから、僕とかでも本当ビジネスとかとやっぱ後というか、なのでそのなんか流れのお客さんっていうか、もう人通りがあるところに出したらフラッと入ってきて買う人もいるけど、そこはあんま必要なくて、うん、目指してやっぱ来て感動して買っていくっていうのは、うん、いいオリジナルのスタイル。